はいどうも、中年オタッキーです。花粉症にね、非常に苦しめられてます。もう、特にね、ヒノキと黄砂が来るともう地獄になっているんですけども、まあ、そんな中でもちょっと動画を作る時間を見つけましたので、動画をアップしていきたいと思います。今日は、前々からね、予告しておいたペンタックスの SP の紹介になってまいります。それでは本編スタート。はい、このペンタックスの SP なんですけど、発売したのが1964年なのかな、僕は68年前なんで、僕より年上54、5年前のカメラになってくるんですね。だから私よりまあ一回り上ぐらいの人が、初めて使ったのはこれだよっていうね、人多いんじゃないでしょうか。SP ね、これは本当の SP です。スポーツマチックって書いてあるんですね。SP2 とか SPF とかいろいろありますけど、よくわかんないんですけど、SP はね、まあ、露出系一応ついてるんですけども、開放速攻には対応しておりません。絞り込み速攻になります。僕はこの絞り込み速攻の方がね、いいんじゃないかなって思う時もありますね。特に被写界深度を確認するときに露出系のスイッチを入れるだけで、被写界深度も同時に確認できるんで、まあ、これでもいいんじゃないかなと思います。ある程度ね、その露出の値を知っている人であれば、だと思います。まあ、マニュアル機をね、頻繁に使ってる人はね、大体露出の値を覚えてくると思うんで、絞り込み速攻の方がね、逆に手間が省けていいんじゃないかなって思う時もあります。ちなみに僕が持ってるこの SP、一応露出計動くんですけど、精度が微妙なんで使ってません。山間で撮ってます。まあ大体わかるんでね。そんな感じでね、まあ今回カメラの紹介していくんですけどね、このカメラね、まずね、もう音がね、もう軽やかでいいんですよ。聞いてみますかね。とにかくね、軽やかな音します。シャッター音がね、やる気にさせてくれるんですよね。ま、布幕のね、横走りのフォーカルプレーンなんで、この布幕のね、横走りのフォーカルプレーンってね、音がいいカメラが多いですね。で、これはもうフルメカニカル機になりますんで、まあ、特にいいんだと思うんですけども、ですね、まあ、全金属製で重厚感もありますし、所有満足度も高いものになります。で、まあ全世界でね、400万台ぐらい売られたらしいんですよ。ものすごい数売れたカメラになりますので、重厚感があって所有満足度が高く、案外人気がある割には安いです。これ僕のカメラはちょっと半分ジャンクだったんで、560円だったかな、560円かなんかでヤフオクで落札して、ちょいちょいとね整備したらちゃんと動くようになったんでね。まあそんな感じで、電池はね、現在水銀電池、これ水銀電池なんで、対応する電池がありません。いろんなサイト見てくれたら分かるんですけども、LR44 よりちょっとちっちゃい、LR41 だったかな、にゴムのリングをつけて、これにはめるとちゃんと動くっていう情報が上がってます。まあ、露出系が動けばの話ですけど。で、今回このカメラについてるこのレンズなんですけど、僕のはね、これ、SMC タクマ、スーパーマルチコーテッドタクマの 55mm の F1.8 がついてます。これ SMC タクマっていうのは実はスポーツマチックじゃなくて、SPF 以降の、まあ、言ったら絞り込み速攻じゃなくて開放速攻に対応しているレンズになります。まあでも全然問題なく使います。マウントはね、これスクリューマウントっていってね、これぐる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 、これネジなんですよ。これネジ式でね、何周も何周も回してはいって外さなきゃいけません。これいろんなものがね、ここについてますけど、これがスーパータクマとか言ってね、絞り込み速攻専用のレンズだったら、こういろんなものあんまりついてないです。絞り込みボタンに反応するのが1個ついてるだけになります。で、ネジ山がね、こう合いにくいです。もうね、古いカメラになってくるので、ネジ山も結構崩れてきてるものが多いですので、注意が必要です。斜めに入れたりしないように、無理やり入れちゃダメですよ、そーっとね。で、ネジを締めて、やるんですけども。で、まあ、このレンズがね、ものす
すごくいいです。もうね、たくさん売られてるんで、いい割には安いです。そこまで高値じゃない。で、SMC、スーパーマルチコテトの場合だと、カラーでも多分大丈夫だと思います。だから、ミラーレス一眼とかにもそうですし、特にペンタックスの K マウントとかだったら、K マウント用にその M42 の、M42 マウントって言うんですけど、M42 マウントのアダプターが出ております。EOS とかでも使えるのかな？ EOS は確か、フランチバック短めなんで、EOS にも M42 マウントつくのかな。で、とってもいいですし、もちろんペンタックス SP で撮るのが一番おすすめですけどね。で、写りの方をとりあえず紹介してまいります。はい、どうぞ。今ちょっと見てもらったんですけど、一番注目してほしいのはね、ボケです。とにかくね、自然なボケをしますね。こう、綺麗なボケしますね、このレンズ。で、いろんなレンズ、まあ僕、いろんなレンズつっても大した数は私は使ってないんですけど、特にもうズームレンズとかではこのボケはちょっと出すの難しいんじゃないかな、匹敵するボケを出すレンズあるかな。ただ解像度はねちょっと弱めっぽく感じましたね。そんなにバリバリに改造しないんですけど、とにかくボケを楽しむのにいいレンズになりますんで、今からね桜の時期ですし、桜の写真なんかにねこのレンズいいのではないかと思います。で、解像度ですね。解像度、あ、とりあえず先にそのボケがどう違うのかっていうのをね、 FL レンズの方も写真見てもらいましょうかね。FL レンズのボケ、ちょっとこの写真は分かりにくいんですけど、これ FL50mm F1.4 の、バージョン1のものになります。で、まあ、拡大してみると分かるんですけどね、ちょっとざわついてるんですよね。まあ、これがそうなんですけど、ちょっと背景をね、拡大するとね、ちょっとざわついてるんですよ。これ難しいな。FL の方はちょっと、まあ、大体ね似たような時期に、あ、これゴミがついてる、ちょっとざわついてるように見えるんですね。これがね、これがタクマのやつですけど、本当に自然にボケてるんですよね。ボケ味がねこのレンズとにかく素晴らしいです。もうボケ味で綺麗なボケをね楽しんでみたいという人には本当におすすめのレンズになります。で、次はね解像度比較です。さっきの FL50、スーパータクマ、SMC55mm1.8 を、比較してみたいと思います。僕の目にはね、解像度は FL50 の方がいいように見えます。これフィルムの差も実はあるんですけどね、この写真ね FTV で撮った写真、実は富士のアクロスで撮ってる写真ですね。で、今もうアクロス売ってないんで、イギリスのねケントメアっていうフィルムを使ってこのペンタックスで撮ったんですけど、まあケントメアもね悪くないですけど、若干流暢性とかも荒いです。その差も出てるかもしれないですけど、まあ僕の目にはちょっと解像度は FL のが若干上かなと。まあ致命的な、全然致命的な差ではない、大差ではないんで、やはりボケが綺麗なこの SMC タクマいいと思いますね。で、まあ購入する
っていうのはね、もうあの都市部に住んでる方だったらね、もうね中古カメラ屋さんとか、たくさんねありますんでね、もう行けばね必ずあるっていうぐらいね、あのポピュラーなカメラとレンズになります。で、まあ地方部、僕も含めて地方部の場合はヤフーオークションとかになってくんのかな、まあ、あの中古カメラの通販とかでもまああることはあるんですけど、で、まあ比較的ね簡単にメンテナンスできるものですし、機械に自信がある方、カメラも、まあ、本体もあのジャンクで購入して分解してね、修理する情報はね、もう本当に売れてるカメラなんで、とにかくたくさんネットに情報上がってます、修理の情報とかで。僕もそれ参考にしてね実際やりましたんで、で、シャッター速度はね1000分の1から、何秒までだったかな、これ1秒までか、1秒までとバルブで、まあ、あの、あんまりね荒っぽく使ったら、布膜のねあのフォーカルプレーンなんで、古いカメラなんでね、あの、まあちゃちゃっとメンテナンスできる人はメンテナンスして、大事に使っていけばいいかと思います。僕のねカメラは実はこうキャップがね、キャップが現代のペンタックスのキャップで、本当はねアサヒペンタックスって書いてあるやつが欲しいんですけど、キャップがすごく高いですキャップがねアサヒペンタックスって書いてあるやつがね、やっぱねその年代のキャップを使いたいっていうねマニアの方が高値で、もうどんどん2000円も3000円もレンズより高くなっちゃうよっていうぐらいあの値段になっていくんで、キャップは僕現代のペンタックスのキャップ使ってますけどね、もう僕はもう見た目はどうでもいい、ちゃんと映ったらいいって感じなんで、まあ今日のね動画はそんな感じです。はっきり言います、このカメラすっげー楽しいです。いろいろね、いろんなカメラで撮ってます。それはね、撮りやすい、仕上がりがいいとか言ったらね、他のカメラどん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 行くんですけどね、音がいいんですよ。音がいいしね、巻き上げの感覚とかね、そのシャッターのねストロークとか、まあ、あの露出を合わせる時の作業とかもそうですし、とにかくこのカメラ楽しいです。で、ファインダーもね、あのピント非常に合わせやすいです、合わせやすいです。とてもね54年前に設計されたカメラとは思えません。まあね、世界中でね400万台ぐらい、まあ、売れるだけはありますよこのカメラ。本当にね、あの歴史に残る名機だと思います。興味湧いた方はねぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で、まあ、露出系ね、単体露出系とかを使ってポジで撮るのもいいですし、ネガで撮るんだったらね、共有範囲広いんで山間とかでもいいし、 ある程度露出系が動くカメラであったら、まあ、露出系使ってもいいと思います。それでは、次回の動画どうしましょうかね。一応ね、その判例をいっぱい上げてほしいっていう要望が前ありましたね。それを行くか、それともニコンを行くか、ちょっとどっちか悩んでます。簡単にできるのは判例かな、ニコンをどれから行こうか、ちょっと悩んでるところですけども、気分次第で行きます、すいません気分次第で行きます。ちょっとね花粉症がなかなかきついんでね、また、まあ、今週どうにかこうにかねあげれました。もう明日になるとちょっと仕事がきつくなるんで、今日あげとかなきゃなって、今日ちょっとね余裕が1時間半ぐらい余裕があるんで、今のうちにって感じでね動画作りました。来週はねもういよいよ月が変わっていきますんで、今年度末でね車多いんですけど、初年度ってね新製品が出たりとか荷物が動くことが多いんで、あげるかどうか分かりませんけど、ちょっと額薄で待っていていただいた方がいいかもしれないですまあそんな感じです。また今日の動画見てね面白いなとか、ためになったとか、やってみようかなとか思った人とか、まあ、いいねボタン、でまたカメラ関係のねこと、デジタル、銀円、まあお金がかからない方向で、やってます。でお金もあんまりないけどカメラを楽しみたいとか、その古いカメラが好きだとか、フィルムやってみたいとか、まあ、銀円でもデジタルでも何でもいいです。カメラに興味のある方、チャンネル登録、できれば、やっていただければ嬉しいです。あとね150人ぐらいで、チャンネル登録者1000名到達します。1000名ね超えるとね報酬が発生する可能性が出てくるっていう、まあ、報酬がねバンバン上がるようだったらね
カメラプレゼントね、前回、前々回とやりましたけど、まあ次もちょっとやる予定で今考えてるんですけど、そのカメラプレゼントのカメラがもしかしたら豪華になっていくかもしれません。カールツアイスのレンズ。あ無理。そんな感じです。あ、そういうカールツアイスのレンズで思い出した。このカメラね、M42 マウントなんでね、実はね、このカメラにね、カールツアイスのレンズあります。いろんなメーカーがね、M42 マウントっていうのは出してるんで、ペンタックスのレンズだけじゃなくてね、違うメーカーのレンズも楽しめるのが M42 マウントのいいところであります。ぜひぜひね、ペンタックスの、その SP、SPF とか SP2 とかも、まあ、いろいろありますんで、動く筐体があれば、また、壊れていても直せる人は直して、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。今日の動画はその辺で、この辺で。まあ、最後まで見ていただいてありがとうございました。また、次回までお待ちください。それではまた。